呀，可以。哎呀，可以。哎呀，可以。哎呀，哈哈哈哈哈。赤一郎だ。ティモンディのベースボール GP。 うわやってんだけど。うわカジサクさん、意気込みの方は。そうですね、まあ、ピッチャーではある意味一勝一敗みたいなのがあったんで、白黒はっきりとイメージ、今日、じゃあ坂本選手、おジャイアンツの坂本選手のイメージでいきますわ。で、では高岸どう、意気込みは。さっきのバッティングの勝負でも一球一球成長される姿、本当見て楽しかったの。今回のも全力でいきたいと思います。降りてくるよ、坂本勇人選手が。そうですね、見ればわかるさ。じゃあお願いします。似てるな、似てるな。びっくりした感じがしたね。そうですね、圧に押されましたね。ちょっと似てるでしょ。似てます、めちゃくちゃ。下ろしてるんで今、早押しちゃう。今のは坂本選手。今のは梶原優太です。坂本選手そんなこと言わない。そうです、なるほどね。オッケー、見えた。行きましょう。はい、やはい。すごいっすね。音がまずすごい。シュワーンって。でもよく聞くと、高岸投げるとき自分で口でプシュって言ってる。言ってんのかい。それが耳に残ってんのかい。加速しろという意味でもプシュって言う。止めましたからね。今のはタイガーウッズばりのね。よう止めたってやつ。そうですね、当たってましたね。ああ、今の編集でこのチっていうのを入れてください。文字でもちゃんと当たってたんで。ちゃんと当たってました。三振。すごい、でも三振ですけど、はい、これ3球目でバットちょっと当てたってすごくない？トレーニングなしだからね、バッティングの。
これあと2打席あるけど、正直前に飛ばされる可能性全然ある。いや、僕はもう感じてるよ、もうこの成長する音が聞こえてきてる。すいません、ちょっと左打席にしていいですか。え？え？もしかして。はい、僕両方いけるんですよ。ということで対戦の方が終わりましたけど、高岸どうだった？いや、やっぱり身体能力に驚きましたね。そうね、さすがね。もう、まあ、いろんなスポーツをやってきてるからこう野球に通じるんだよっていうのをまた再確認できたんです。そうね、これはもう子供たちにも夢与えれたんじゃないかって思います。どうでした球は実際？いや、正直最初強がってましたけど、むちゃくちゃ怖かったんですよ。こんな速いの？やっぱテレビで見るのと、このバッターボックスで生で体感するスピード全然違うんだなと。ただビビっててもあかんから、ちょっとこれはもう目つぶってでもいいから振らないとと思って、そしてプラスイチローさん降臨でなんとか前に当てれたと。すごいですね。聞くところによるとレパートリーはめっちゃあるんですよね、はい、めちゃくちゃあるんですよ。ただやっぱり薄々視聴者さん気づいてるかもしれないです、川尻さんでちょっと古いんですよ。その今の人たちじゃないんで、ブンブン丸池山さんとか分かりますか？分かります。僕らでギリギリ最高のブルーンだ。分かりますよね、カフィーローズとかブナフィーね。
もうこういきますから、ね、いろいろ知ってるんですけどね。でも幸せでした、本当にこのティモンディさんのチャンネルに出れたのと、あとこうやって野球を久しぶりに19年ぶりにできたっていうのは本当に幸せだったし、ちょっとまた草野球チームとかなんか作りたいなとか、そんなも思っちゃうぐらい、いいですね、外でこうやってスポーツするっていうのは。いや、そうですね、はい、今回は、ね、コラボ企画ということで、カジサックさんのチャンネルの方でもちょっと、出させていただいてるということなので、ぜひそちらの方を見て、チャンネル登録の方よろしくお願いします。以上になります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。みんなならやればできる。